ラストスパートをかける工藤のもとにはその後も一流の選手が集まってきた。工藤にとっては最後の後楽園ホール大会となる4月18日、尾崎真由美と有刺鉄線バリケードデスマッチで対戦。 4.18 の後楽園です。なんと興味深い対戦でしょうか。工藤と尾崎、有刺鉄線バリケードデスマッチ。工藤さん、はい、夢のような対戦カードですね。そうですね、やっぱり私自身もまあ実現不可能だと思ってたんで、はい、というか接点がなかったんで、考えは全然なかったですね。うん、どういうところからこの試合は始まったんですか。やっぱりストリート、普通の選手がなかなかやらないようなそのストリートっていうもののこだわりっていう部分からです。はい、まあ、尾崎選手もストリートっていうスタイルに誇りを持っているらしくて、はい、それでは、私が引退前に、まあ、一戦交えようということで、はい、夢の対戦カードが実現しました。それも有刺鉄線バリケードデスマッチ。 4.18 の後楽園。したがってまだやはりこれ工藤さんは体調は不十分です。一方の尾崎、オズアカデミーのドンです。これはちょっと舞台装置の作りが面白いんですが、これ工藤さん、はい、何か外に置いてある仕掛けみたいのがあるんですか。はい、これはバリケード、はい、板の上に有刺鉄線を貼ってあるものを、はい、ロープのない方の、はい、対面に置いてあります。ね、なるほど。私としては、まあ、これに爆弾ついたものが4月29日になるので、そこに行くまでね、私自身、はい、段階を踏もうと思って。なるほどなるほど、はい、あえてこの形式にしました。はい、尾崎と工藤という、まあ両者には熱狂的なこのファンがついているわけなんですが、よもやこの対戦が実現するとは。尾崎という選手を工藤さんはどう見ていたんですか。まあ、そういう試合に、はい、こだわりを持ってやってるっていうのは雑誌を通して分かったんですけども、はい、団体から交流っていうものがほぼなかったんで、うん、まあ、ほとんど頭の中になかったんでよく分からなかったんですね。はい、ただまあ器用な選手なんじゃないかなっていうのは思ってました。うん、序盤でのこの肌合いっていうのはどうですか、戦ってみて。そうですね、やっぱり相手が誰であれ、はい、こういうリングに上がったら油断というのはできないんで、そうですね、まあ、油断なく とことん追い詰められるときは追い詰めてしまおうという感じだったんで、尾崎はすでに鮮血、それもかなりの血液の量。これで尾崎の目が覚めましたか。さあ尾崎、これは平手、JWP の舞台でオズアカデミーのドンとして君臨するその尾崎。一方の工藤、このスタイルなら負けられません。さあ落ちるか、これ場内のどよめきがすごいですね。下には先ほど説明をしてもらいました通り、有刺鉄線の渦が、板が置かれております。こちら側はロープがないところ。あー落ちた、工藤が落ちた、計算外でしたね。これは、ある意味では今日疲れましたね。工藤が落ちました。押しに押していた工藤がまずは先に落ちました。さあ今度は首を巻かれて、そして工藤起き上がる、流血は尾崎。まるでこのコスチューム、髪の色を見ていると仲のいい双子の姉妹のように見える。その二人がこうやって相まみえるわけですね。
際私は工藤さんに一度伺ってみたかったんですが、はい、どんなにえげつない試合、どんなに痛みを伴った試合でも戦い終わった後というのは相手とこうすんなりといくもんですか、何のその気持ちのわだかまりもなく次に会えるもんですか。やっぱりそれはどういう試合をしたか、はい、お互いがどこまで出したかっていうので変わってくると思うんですね、うん、だからまあ一度でダメでも二度三度でそうなる場合もありますし、はい、一度でそれが分かり合える場合もありますし、うん、何十回やっても分かり合えない相手もいますし、うん、それは相手によってですね、うん、その意味合いではあーっとこの尾崎なんていうのはどうなんですか。波長はあったと思います。そうですか、はい、今度は尾崎がしたたか打ちました。この表情はもうとにかくあまり尾崎もここまでの表情を見せません。したがってそのダメージが推測できます。相当なダメージです。これだけ回されますとかなり頭の中は混乱をきたしてるはず。あー、かなりこれ尾崎はグロッキーですね。半分落ちてましたね。落ちてましたね。半分落ちてましたね。あーと自ら許して進み、これは相当に意識が朦朧としている。このままの試合は危ないか。工藤がいった、いい決めだ。いや、2です。粘りますね。かなりのダメージを受けたまま尾崎大ピンチ、そして工藤チャンス。工藤さんのしかしこの投げ技は女子のスピードじゃないですね。キレが素晴らしい。押して投げる、へそで投げるとよく言いますが、まさに実に素晴らしいキレです。あー、しかしまだこれは尾崎が蘇生したのか。うわー、工藤が落ちた。尾崎が落ちた。今一瞬工藤さん、尾崎の目が光りましたよね。そうですね、完全に蘇生しましたよね。逆にあのバックドロップで目を覚ましてしまったっていう、そのようですね、そのようですね、はい、あれが勝つです。そのようです。朦朧としていた、半分落ちていた尾崎があのバックドロップによって目覚めました。蘇生しました。息を吹き返したところ工藤もろとも場外です。しかし工藤が先に上がりました。あー、工藤飛んだ。工藤さん、はい、一見無茶な攻撃ですがこれはかなり勇気がいる攻撃。そうですね、やっぱりやってる攻撃はしてるんですけども、はい、私自身も痛いですかね、しかしこれは計算通りです。やはりこのスタイルで工藤の方が強いのか。いやいや、しかしそうはさせないぞ尾崎。カウント2。私も朦朧としてるんですけども、セコンドの後輩たちがね、本当に身を乗り出して、姿を見てもやっぱり名前を応援してるのをきっと、はい、踊り張らなきゃと思いますね、語り継がれるでありましょう、このデスマッチ。邪道姫2です。とにかく何をやるんでも女子初という言葉がつきまといました工藤さん。女子初の有刺鉄線デスマッチ、あるいは電流爆破マッチ、新しい道を常に切り開いてきた。そして引退に向けてラストラン、今尾崎との攻防。
工藤がフィニッシュできないか。尾崎の攻撃だ。すごい。あれは腰への負担は相当だと思いますけどね。自分で攻撃してても、自分のダメージにもつながってきちゃうんですし。そうでしょう。カウント2です。カウント2です。あれはかなりやはり痛めた肋骨のところなんですか。そうですね、肋骨が痛いですね。その痛みをこらえて工藤逆に食いました。カウントが入って、あーっと2-2。このあたりは下高はやはり尾崎の手強さというのも感じているところじゃないですか。しぶといですね。しかしやはり工藤か。尾崎のこれは相当に首が曲がった。へし曲げた格好でスピニング工藤ドライバー。いや、皆さんいい表情してますよ。これ見事ですよ。実に見事ですよ。最後の尾崎のあの、しかし首通れは工藤勝っています。